じゃあさあ、今回の企画今までいろいろもうベストナインとか、まあ、神セブンだなんだやってきましたね。はい、まあ今回もちょっとベストナインを決めたいんですけれども、今回は助っ人外国人ベストナイン。難しいのばっかだけど神セブンもどれだけキモキやしてるか、助っ人がもう本当に絞り出した状態でスタート。そうですね、もうかなりこれは縛りがありますね。助っ人外国人でベストナインをというこの新しい試みですよ。もうやるしかないです。ピッチャー腐るほどいるぞ。ピッチャーはめちゃくちゃいますよ。いやピッチャーは例えば昔ではバッキーとかさ、いやすごい活躍した選手はいるし、短かったけど強烈なインパクトっていうのは広島のルイスとか全米ドラフト1位かなんだっていうバリントンいたよね。いやそりゃさ日本にいたらどんな活躍、ルイスなんかどんな活躍したんだっていうぐらいすごいピッチャーいたよ。ピッチャーはやっぱ多いっすね。いやだからどうよ、もう成績で決めるんだったら簡単だけど、そのインパクトとすればどうなんだっていう話だよね。いやここ10年ぐらい振り返ると広島が連れてくるピッチャーってのはほとんど活躍してる。まあそうですね。だからルイスなんていたらメジャーでも1000球で投げてるしさ、ルイス1年ぐらいしかいなかったんだっけ。短かったよな。いやそれはルイスって言ったらすごかったと思う。俺はそれはマイコラスだってそうだし。いやそうですね、活躍してますけど。でもあの文句言うのは気に入らなかった。文句言うのはあの試合中にだから俺はやっぱ強烈な、あこのピッチャーいいピッチャーだなと思ったのはルイスだよ。ああじゃあちょっと帰ってきましょうか。そうっすね。お前の場合お前まっすぐだと怒りそういえばいいじゃん。難しいんですよ、難しいんですよ。やっぱこのピッカリしたくないじゃないですか。当たり前だね。だからここを基準にこうやって引いていけば20分ぐらいいっちゃいます。俺の方がまっすぐだよな。お互いになってますよ。なんでありがとうございます。結果そうなんですよ。まあいいです。キャッチャーお前1人しかいない。キャッチャーいました。リンゴディンゴ左側ね、中日に来たね、オーストラリア代表。そうファーストはもうこれは迷うところはあるんだけどバースだな。バースだけど阪急にブーマーだっけ。ブーマーあれも三冠王取ってるから。いやいいっすよね。でも強烈にやっぱりインパクトあったのは俺はバースだな。やっぱり次がセカンドは関係ない。ここはもうだって1人しかいない。誰まあだから豊さん追い出したローズしかやる。でもね昔マルカーノっていう選手もいたんだよ。阪急からヤクルトに来た。これも良かったんだよ。まあまあでもやっぱ僕らの第一世代もロバート・ローズです。日本一セカンドですからね。三塁手はね抜群に守備がうまかったボイヤーっていう選手が。ボイヤーですか。他に三塁手って誰かお前ケンモッカスティーブとかみたいな。スティーブスイッチヒッターわかんないっす。いや秋山やってたんだけどサードのスティーブが入ってセンターやった。あ、それで行ったってことですか。そうだから西武の黄金時代をまあ支えた一人だよね。ショートいます。ショートはなかなかいない。ショートの助っ人外国人ってカルロス・ポンセ。大丈夫ですか。俺やったことないんだよみたいな。大丈夫ですか。どうでもできることから連れてって俺はお前ショートみたいな。だからお前は本当にプロかっていうぐらいの内外野守れるんですね。あえて聞いても面白いですね。アジア系っていないですかね。アジア系のね助っ人外国人あれがいるじゃん。中日に来た韓国からリージョンボンですか。リージョンボンもショート守ってなかった。いや韓国では多分ショートやってたはずなのに韓国のイチローとか言われて来たんでしょ。何でもイチローつけりゃいいと思う。まあありますからねそういう流れが。まあそれで入ってきたんだったらとりあえず外野行こう。そうですね。ちょっとユッティで調べてもらって、やっぱり一つのポジションはクロマティが入るんじゃない。ああそうですね。あちょっと待って、サードにいたボブ・ホーナー。聞いたことヤクルトに。俺はバリバリのメジャーリーガーが来たんだよ。契約が合意できずに。あ、向こうで。1試合3本打ったんだけど、池田近房、我々の仲間がマウンドにいて、マウンドでジャンプしたからね、あいつ。それがセンターバックスクリーンに入ってたから。いや、やばくないですか。半端ないね。やばくないですか。いや、もうここはこうやって構えてパンって打つだけなんだよ。ピャーンと飛んでってたから。いや、そりゃボブ・ホーナー。ボブ・ホーナー、ちょっと存じ上げてなかったっすわ。知らないだろ。いや、これはね、これ何年ぐらいいたんですか。1年。あ、半分。いや、でもね、格としたらね、すごい。リー・ジャコブどうだった？言ってショートが外野っすね。そう、ショートとが入ってきて外野に行かされたんじゃないかな。確かにショートか外野の。でもリー・ジャコブっすね。しかもなんか思い浮かばない。まあそうですね。まああと外野っすね。外野は結構いる。外野はいますよ。デストラーデさんがいます。ああ、デストラーデ。おおみたいな。デストラーデ入るかな。だからクロマティが入るかどうか。いや、入るんじゃないですか。クロマティは。それは。でもセンターじゃないな。あの守備力は。まあセンター、で一回でますか。あと誰最強だ。ラミレスとか。ラミレス。ラミレス。いや、なんかビーローズいますよ。バレンティンもいますよ。それこそバレン。ヤクルトの。バイロンズ。でもここちょっともう。ここはもうね。これはそうですね。ここはちょっと。そうなるとここの枠に外国人結構いるんで。ちょっとどんどん出していってる。ライアント。ブライアントって DH のイメージ。ああ。デストラーデもやっぱ良かったけどな。オマリーはちょっと弱い。あれでも大体ファーストだから。それはデスパイネ選手もそうだし。ああ、そっか、デスパイネ。デスパイネってなんだっけ。そう、現役の選手もいますからね。グラシアルもいる。グラシアルもそうだし。むずいな。デイビスとかみたいな。ああ、いましたいましたいました。めちゃめちゃ早かったぞ。お前塁間7個ぐらいで行くっちゅうぐらいな。7個っすか。いや、俺14個だったんだよ。盗塁13かそんなもんだったんだ。あいつ7個で行くっつう。みたいな。足の長さ違いすぎて飛んでますね。飛んでるかもね。いや、あいつランニングホームラン確か打ってるんだけど、めちゃめちゃ速かったもん。うわー、すごいっすね。だから守備力とか入れたらそらお前速いってことだよね。いやー、むずいなー。ちょっとパチョレックとか。パチョレック。ブラックスさんも大丈夫ですか。ブラックス速いかな。あれ確率悪かった。あの体してて歯めちゃめちゃちっちゃいんだよ。歯っすか。歯が鼻の穴グー入るんじゃないかってぐらいでかくてさ、歯だけちっちゃいの。お前歯どこやったの。カブレラのファーストでしたっけ。ファーストだけでしたっけ。カブレラファースト。確かにカブレラもすごかった。いや、すごかったっすよ。全盛期はライト。誰っすか。誰っすか。もう一人誰だろう。だからクロマティっていうそうさ、人気枠で入れるとそうかわかんない。まあ首位打者も取ったよ。取ったけど、じゃあお前ら監督だったらどっち使うって言ったら、なんだったっけ、このローズ。どっち使う前線の時。ローズや。それとかバレンティンとかいたら、まあそうっすね。タフィー。タフィーっすかね。やっぱ行くでしょ。まあラミレスはこう安定してるからね。足も速かったし。だからここにローズ入れるか。ローズマティが。いや、だってエラーしたってお前これだったら取るぞ。取られたら絶対取り返すからこれ。なるほど。絶対取り返すよ。超攻撃型。ちょっとじゃあ。いやいや、まあでもショーだ。でもやっぱそうですね。どうしましょうか。でもさ、タリー・ローズがさ、お前東京ドーム今ではなくなったけど、センターの天井のところにスピーカーがあったんだよ。あれに当てたからね。すごかったっすからね。タリーでいい。タリーローズでいい。はい、Tローズでね。ということでこういう感じで決まりました。ちょっと多分、まあ、ここには出てこない選手もたくさんいると思うんで、その辺もね、ポジションがやっぱり結構たくさんいるところじゃない固まりますからね、かぶってるポジションが難しいですね、これは。でもまあ難しいけど、ショートでちょっと思い当たるのがあったので、コメントをコメントでちょっとお願いしたいです。まあこれの中ではベストなのかも分かんないけど、まあまあ違う意見もね、ちょっと聞いてみたいですね、これはね。これで監督、レオン。レオンはダメだな